ペンティアムはインテルが1993年5月から出荷を開始した X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサファミリーのブランド名である。ペンティアムは同社のプロセッサである i486 の後継製品である。当初は8286や8386、i486 に続く新たなプロセッサの名称としては 8586、または、i586 が予想されたが、短い数字とアルファベットの単純な組み合わせだけでは、商標として認められず、ブランド名として確立するために、語を意味するギリシア語のペンタと要素を表す。ラテン語のヤムからペンティアムと造語をした。インテル社の主張では、ペンティアムという単語は、形容詞であるため必ず形容される名詞をつける、ものとしている。 例えばプロセッサ自身はペンティアムプロセッサと表現する。ブランドとして確率に成功したことから、これに続くいくつかの後継プロセッサでもペンティアムという号を含むブランド名を採用した。i486 プロセッサとの大きな違いは以下の通り U パイプと V パイプの 2A のインオーダーのスーパースケーラ構成であり、整数パイプラインは5段。 不動小数点パイプラインは8段であった。マイクロコードで内部実行する複雑な命令は U パイプでしか実行できず、マイクロコード命令実行中は V パイプで命令は実行できない。データキャッシュからのデータパスを整数演算部と不動小数点演算部で共用していたため、整数演算命令と不動小数点演算命令はスーパースケーラー実行ができない。 第一世代製品は、インテル社内の開発故障より、P5 と呼ばれる。システムクロックと同じ速度で動作する 66MHz と 60MHz の製品がリリースされたが、量産効果により十分コストが低下した486システムとは違って、新規開発のシステムが必要で、コストがかさむ上、バイクモスプロセスだけでなく 5V 動作であるため、消費電力が大きかった。 しかし、インテルの 486K プロセッサが、デラックス2から 66MHz 版までしかなかった。当時は、サーバーや一部のハイエンド向け PC で使われた。後に、後日の 3.3V 版 Pentium が出回るようになると、従来の 5V 版 Pentium は一部の、ミドルレンジ向け PC にもラインアップされるようになった。しかし、この頃には 486K に、 インテルデラックス4が登場しており、性能的優位もさほど大きくはなくなっていた。やがて 75MHz 版の Pentium が登場すると、その役割を終えた。この世代のみ、ソケット4が使われ、以降の Pentium はソケット5またはソケット7が使われていて事実上互換性がなかった。ソケット4向けのオーバードライブプロセッサとしては2倍の、 クロックで動作する 133MHz 版のみ提供され 60MHz の Pentium と置き換える場合には 120MHz 動作となった。Pentium100MHz 動作の第二世代製品、第二世代はプロセスを微細化した P54C、P54CS といったコードネームの製品がリリースされた。システムクロックの1.5倍で動作する90。 メガヘルツと100メガヘルツが登場する。インテル 430FX と呼ばれるペンティアム用チップセットにより新設計のシステムアーキテクチャペリフェラルコンポーネントインターコネクトが一応の完成を見、PCI とともにペンティアムの普及が加速される。後に低価格パソコン向けとして75メガヘルツも追加された。この世代で唯一システムクロックの低かった75。 メガヘルツ版は以前の i386SX や i486SX などと同様に元々レンカバ版に特化したプロセッサという役割があった。しかしペンティアムでは高クロック製品が登場するたびに従来、クロック製品が順次回プロセッサとして流用されたため、回に特化したプロセッサは後のセレロンの登場まで一時姿を消すことになる。その後は、 2倍、2.5倍、および3倍で動作する 120MHz、133MHz、150MHz、166MHz、200MHz が発売される。オーバードライブプロセッサとしては、システムクロック50、60、66MHz 向けに、それぞれ 125MHz、150MHz、166MHz の製品が存在した。 なお、一部の 133MHz 製品は倍率をかける3にすることが可能で63倍の 180MHz 程度で動作した製品も数は少ないが存在した。第3世代は MMX 拡張命令セットが付加され、コードネーム P55C として MMX テクノロジペンティアムプロセッサが登場した。変化した点は、その名の通り、 MMX 拡張ユニットの追加、L1 キャッシュ容量の倍増、分岐予測の強化、RSB の追加、パイプラインが5段6段に増えた、ストアバフファの増加、など。マーケティングでは、MMX 拡張命令の追加による性能の向上が宣伝されたが、実際には、専用のアセンブリコーディングが必要な、MMX 命令の 全体に占める量は少なく内蔵キャッシュの容量の倍増による従来の命令の実行性能の向上が大きかった。デスクトップ向けとしては 166MHz、200MHz、233MHz、モバイル向けとしては120から 300MHz が発売された。デスクトップ向けの 233MHz 版は ジャンパピンの設定を1.5倍とすることで3.5倍動作した。当初は CPU 動作倍率の選択にも自由度があり、166MHz 版を3倍設定で使うこともできた。これによりシステムクロック 50MHz の PC でもサードパーティー製の電圧変換ゲタを介して 166MHz 版を乗せれば 150MHz で動かすことができた。 しかしその一方でシステムクロックを上げて定格を超える 180MHz や 200MHz で動かすようなオーバークロックも横行したことから後期のロットでは倍率設定ピンが制限されるようになり例えば 166MHz 版の場合は2倍か2.5倍しか選べなくなっているすなわちシステムクロック5 0ヘルツの PC を1 5 0ヘルツ駆動させるためには より高価な 200MHz 版を買わなくてはならないなど不便も伴うものとなった。なお、インテルはアップグレード用として MMX 搭載のオーバードライブプロセッサを用意していたがシステムクロック 60MHz 向けと 66MHz 向けしかなかった。なお、定格クロックを守っている場合、 動作倍率を高くすることは必然的にシステムクロックが低いことを意味する。すなわち、同程度の CPU クロックでも本来のパフォーマンスが発揮できなくなるため安易なアップグレードパスがあることでペンティアムブランドの評判に影響する可能性もあった。これに対して後継の P6 世代ではセレロンといういブランドを立ち上げており、 FSB が低くてもある程度の動作倍率を持つプロセッサが作られるようになっている。実際、一部の大手周辺機器ベンダーはセレロンを利用した Pentium 通用 CPU アクセラレータ製品を販売するなど P6 以降の世代ではセレロンがアップグレードパスにも利用された。インテル486プラットフォームのアップグレード用に Pentium のコアを搭載した。 オーバードライブプロセッサも登場した。事前にシステムクロックの2倍、最高で 66MHz 版がアナウンスされていたが、システムバス3 2ビットの486プラットフォームでは、ペンティアムの性能を発揮できず性能向上が限られたことから、実際の製品は、システムクロック 25MHz よび 33MHz の2.5倍で動作する。 それぞれ 63MHz 版及び 83MHz 版での登場となった。内部キャッシュメモリも倍増している。しかし、当時は AMD の486アップグレード用としてリリースされた AM5X86 が Pentium オーバードライブプロセッサより低価格でなおかつ 160MHz 駆動を行うことにより、Pentium 100MHz 程度の性能を示したため、 販売は一部地域を除いて、かんばしくなくまた、インテルもペンティアムへの移行を急いだため、日本以外の国では失敗策となった。日本においても486アップグレードを行うような知識がある層には、ペンティアムオーバードライブプロセッサは全く見向きもされず、ペンティアムオーバードライブプロセッサよりも安価で、高性能な AMD の AM5X86 や、 サイリックスのサイリックス CX5X86 といったアップグレード用の CPU を販売している CPU メーカーの CPU を使うことによりマシンの延命を行った。1994年11月に P5Pentium 及び P54CPentium の不動小数点除算命令にバグがあることがインターネットを通じて報告された。その後日本でも新聞や 一般紙によって大々的に報道され、パソコンを持っていない人にもこのバグが広く知られることとなった。インテルは当初バグの発生は演算処理のループでは90億回に1回、表計算ソフトを使った場合2万7000年に1回であるなどとし、この問題は深刻ではないとした。しかし、パソコンが一般消費者にも使われるきっかけとなった Windows95 と AMD や、 サイリックスなど競合 CPU の発売時期に重なり、製品発表後の販売拡大に注力すべき時期に該当したためインテルは苦境に立たされた。同年12月20日には全数リコールに至った。リコールにかかった費用は膨大なものであったが、ボックス放送されたバグ対策済みペンティアムがリリースされたことが広く報道された。 従来のプログラムがそのまま使用できた上に性能が十分に向上し、加えて宣伝にも力を入れた結果、ペンティアムの知名度は非常に高くなり、第6世代、モバイル向けのペンティアムウェムとコンシューマ向けハイエンドプロセッサのブランドとして長く用いられた。インテルは上位の製品に関して、ペンティアム4まで続いたクロック数最重視の設計に終止符を打ち、 2006年1月6日に IBC 重視で設計されたアーキテクチャのブランドとしてインテルコアを発表した。それと同時にプロセッサのメーカーからプラットフォームを提供するという業態変更とコーポレートアイデンティティなどインテル自身も大規模転換を行った。合わせて13年の長き渡ってインテルの看板商品であったペンティアムブランドの廃止を発表した。 しかし、一部地域では、上位製品のコアプロセッサよりも、下位のペンティアムブランドの人気が依然として、高いことから、ペンティアムデュアルコアという名称で、ペンティアムブランドの存続を決定し、コアブランドと、ローエンドのセレロンブランドの中間に位置する、ブランドとして、再定義を行った。後にペンティアムデュアルコアは、位置づけはそのままに、単なるペンティアムという名称へと戻されることとなった。 インテルはセレロンのブランド名を関した CPU を低価格パソコン用として G オンのブランド名を関した CPU をサーバー用として販売している。こうした CPU の中には各ブランドとも同じアーキテクチャをベースにしたものも多く、クロックスピードやキャッシュサイズ、パッケージ形状、ソケット形状などで差別化されている。また、異なるアーキテクチャの CPU に 同じブランド名が使用されていることから、現在ではパワーユーザーを中心に開発コード名で CPU を呼び分けることもしばしば行われている。ありがとうございます。